か、そうですか。さあ、今度はなんとヤリスをパイロンに見立てて四輪駆動で見事なドーナツだ。皆さん近くの人拍手ですよ。さあ、みんなの拍手が大きければ大きいほどドライバーはエキサイトしてきます。フィギュアスケートみたいですね。本当ですね。何回スピンしてくれるのか。さあ、そして今度は勝田紀彦選手が車を止めたとすると、息子勝田貴元がそれをパイロンにして親父の周りをぐるぐる回って、さらには8の字ターンで定常へ。さあ、このアクセルのフルターン、素晴らしい。確かにこのフロントの軸にしてて非常にコンパクトにスイッと車が入ってきますね。これは重量配分、それから駆動方式にもちょっと関係がしています。まあ、こういうもっともっといい車作りをというのはもういつもいつも皆さんおっしゃってますけども、とにかく飽くなき開発への挑戦というのはすごい高い。